願いします。すいません。はい。ルトンさんお願いします。はい、カルチャルダイバーシティ、つまり多様性というのが今回の雇用のコンセプトで、それを虹色で表現しています。ここは地層のイメージで、小岩はまだ意外に農作物とか、小松菜、お花とか作られているので、豊かな農作物ができるというところで、この虹色の地層をずっと描いています。まず千葉側から入った時に左手にすごく大きな花火の模様が見えるんですが、やっぱり小岩という程度が花火なので、それをこう大胆に表現してお客様ウェルカムということになっています。小さい方の改札口の横のところにも丸がたくさん並んで、やはり同じように虹色のグラデーションになっているんですけれども、あの丸というのは日本で水を表す模様だったんですね。なのであそこで豊かな水、川もあるし植物も育つし、そういうところで水を表現しています。地下の、食品街のところに招き猫ということで、丸い絵の中に小岩がギュッと凝縮したモチーフで絵を描いています。波板の上に絵を描いていて、そこは色をたくさん塗り重ねて、やはり多様性というのを描き方で表現しています。小岩の街は東京で一番最初に太陽が昇る、日が昇る場所なんですね。でそれに合わせて私たちのアートもこのように明るく太陽を感じるような虹色で表現しています。ぜひ皆さんにとってこのシャポーが、楽しく集まれる場所、元気にコミュニケーションを取れる場所になってくれたらいいなと思います。